一般には、餌となる腐肉など、生ゴミや、動物の糞、死体などに発生するものを指す。医療では、マゴットとも呼ばれる。ウジの外見。ウジと呼ばれるのは、ハエモクタンカクアモク、タマキヌイタンカク群に属する昆虫の幼虫である。足は、全くなく、頭も見かけ上は存在しない。細長い体には付属物がほとんどなく、 頭部の方が尖っているものが多い。後方に気門が開き、そこを水面に出せば呼吸ができる。これは水性昆虫に見られる適応であるが、ドロドロに溶けた腐敗物も液状であるから有効な適応である。この仲間の幼虫は、全体としては森林土壌や水中、陸上などの様々な環境に生息する種があり、必ずしも不潔なものではない。しかし、 人間にとっては、不肉や糞などに発生するウジが最も身近で、印象が強いため、ウジといえば、このようなものに発生するもののことを指すのが普通である。詳しい構造はハエ幼虫を参照のこと。普通、このようなものに発生するハエはイエばエ肉バエ金バエなどである。これらのウジの体は色白で、扁平でなく頭の方へ細まっている。 足に当たるものはなく、全身を波打たせるようにして進む。人化周辺で見かける、もう一つのウジは、効果部類のもので、体の表面は、やや硬く、扁平で、肺褐色をしており、動きが鈍い。月水周辺などに出没する。本校では前者を中心に記述する。動物の死体や汚物には、即座と言って良いほど素早く出現する。 親やえが直接に幼虫を無視では、卵が孵化するまでの時間すらかからない。液体化した腐敗物の表面に鬼門を出し、多数が動くと、お物の表面全体がざわついて見える。便所が水栓化されていないところでは、便器の穴や瓶巣の蓋を開けて、中を覗き込めばこの様子が観察できる。生ゴミや死体、糞便に大量に発生するため、 大多数の人間はウジに対して強い嫌悪感を覚える。ウジのおかげで、フインベニや死体が処理されることは理解できたとしても、容認死がたい不気味さを覚える人間は少なくない。そのような汚物や不潔にしているものが発生源とされるため、成虫のハもろロとも衛生害虫として認知されている。このため、生ゴミ処理においては密閉などにより生え成虫の 侵入を防ぎ、ウジの発生を予防する、要地方自治体などから、注意喚起が行われる。また、いわゆる特殊清掃や、ペットの多頭飼育崩壊の後始末においてもウジの、駆除が作業の一工程となっている。ウジあるいはうじ虫という言葉は不潔、周囲で価値の低いもの、汚れたものの比喩でも使われる。男やもめに、ウジが湧き、 女やも目に花が咲くということわざもある。他人に対して使われた場合には、強い侮蔑感を与える。稀に、どこからともなく湧いてくるものの意味として使われることも、ある。英語においては、スラング、特に軍隊用語として、うじ虫野郎という表現でののりに使われることがある。釣りや食用チーズにウジを沸かせたカースマルツー、釣り用の餌として使われることもあり、 養殖も行われている。大抵は、肉媒類の幼虫が養殖されており、その場合には、衛生管理下で飼育され、着色されて刺し、または、サバムシと呼ばれる。イタリアのサルデーニャ地方には発酵して、ウジを沸かせたカンスマルツーと呼ばれるチーズが実在し、珍味とされている。ウジの外見は、蜂の子に似るが、蜂の子ほどの美味ではなく、ごく普通の味であった。 との報告がある。釣り絵として、花炙類の幼虫も使われる。生ゴミ処理や飼料、肥料生ゴミや、家畜の糞をウジに食べさせて、育ったウジを飼料に、ウジの糞を肥料に使う取り組みも行われている。旧ソビエト連邦が宇宙開発用に研究していたイエバエの技術を引き継いだ。日本のベンチャー企業、ムスカの例では、微生物による発酵に比べて早く処理でき。 温暖化ガスの排出も少ないという。傷の治療に用いられる場合、傷の手当や治療が不十分で、不潔な包帯を放置された場合など、傷口にウジが湧く場合がある。怪我人にとってその感触は極めて不快であるとのことだが、ウジが脳や腐敗した部分を食べることで、傷口が清潔になり、むしろ傷の状態が良くなったり、幹部を含めた、 周辺部位まで餌が広がることによる切断や切除を免れたりする場合がある。第一次世界大戦中、すでに傷口にウジが発生した負傷兵の生存率が突出して高いことには注目が集まっていたという。ウジは正常な組織や生きている組織を食べることはない上に殺菌効果のある分泌液を出しながら腐敗した細胞やエシ 細胞のみを食べるので感染症の予防効果がある。また、分泌液は肉が細胞や毛細血管の再生を促進させる働きもある。そのため、このことを海洋や末期の糖尿病における死死の餌などの治療に積極的に利用する治療法がある。ただし、もちろんこれは専門医の指導のもと医療用に繁殖させた。 無菌ウジを使った場合に限る。外科治療に関する医学的な知識がない者がウジを用いた治療を試みるべきではない。日本ではウジが発生することをウジが湧くと表現する。この表現からはウジが自然発生していると解釈することが可能であり、ヨーロッパでもかつて生物の自然発生説はごく普通に信じられていた。これを打破したのが フランチェスコ・レディによる、ウジの自然発生を否定する実験であった。彼は、腐肉の入った瓶に、布で蓋をすれば、肺が卵を埋めず、そのためウジが発生することはないことを示したのである。段ボールで生ゴミを大光リサイクル。兵庫県西宮市ホームページ。衝撃事件の核心、膝までの汚物に、大量の生え猫50匹放置でぬかるみ溶かした。 人気市営住宅、多頭市育崩壊の悲劇産経ウエスト2018年12月16日、閲覧。要例として、女やもめに花が咲くそんな理不尽、俺は、巨産ウェイバックマシン、ゲテ食大全ムスカ公式サイト。ウジムシが、食料なんすくう廃棄物、一週間で処理、ムスカ、肥料、飼料を量産。 日経産業新聞2018年12月14日。ありがとうございます。